そう、これがね、S&T の悪名高きなんちゃらってやつなんだよね。これ使っていこうかなと思います。はい。よーし。じゃあ、それではですね、まずはちょっと、フィッティングをやっていこうと思います。はい。この S&T の、なんだっけ、レシーバー、そう、だいぶね、悪名高いらしいので、事前にフィッティングして、入る、入らない、つけられる、つけられない、なんかそういうところをまず事前に測っておこうかなと思います。はい。って言いながらも、早速入らんね。そう、これがね、S&T の悪名高きなんちゃらってやつなんだよね。そう、合わないっていうね。そうで、今、見てて気づいたのは、ここだね。ここに、なんかいるんだよ。ほら、これ。そう、これがまずね、邪魔っぽいね。一般的なレシーバーをちょっと見ながらやった方がいいかな。どうなの？パッと見た感じは大丈夫だね。じゃあ、今見えてるこの邪魔なところ、を一旦削ってみようか。ここだね。そう、これ S&T っていろいろ特殊らしくてね。まあ、入るとこまでまた削ってみるか。OK、ちょっと入るとこまで削ってみます。よーし。じゃあね、ここをね、あちこち削りました。ここのね、リップが邪魔だったっていうのも気づいたんでね、ここもバッシリね、削り落として、で、ここも削って、で、あとね、大事だったの、ここ。やっぱちょっとね、合わなかったみたいで、まあ、こうやってね、当たるんだよね。まあ、こするとこうやってガリって入れて、グリ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 やると、こうやって印がつくので、まあ、当たったところをね、中心にこっち側をね、削ってみたところ、まあ、いい感じでね、フィッティングできたかなと思います。はい。で、このメカブがちゃんと収まってるかどうかっていう確認する方法としては、まずここね、ほら、ここがちゃんとぴったり入ること。で、これを入れたときに、このメカブを、こことね、あとここね、の、棒、ちょっと待って、これついてこなかったっけ？ついてきてなかったっけ？どうだっけ？あったー！これこれこれ、そう。今度ね、HAK ワードショップでもね、出そうと思ってるんですけど、そう、ここのピンがね、スポスを抜けちゃうようになった人向けの、このピン、そう、ここがね、ちょっとね、太くなってんだよ。そう。まあまあいいや。で、これちょっとね、代用しましょう。よし。というわけで、これを入れます。ちょっと硬いな。これで、入った。よし。でね、これを両方止めた状態で、メカボがね、ぐらつかないか、あとは斜めになってないかどうかっていう観点でね、見る必要があります。はい。斜めになってるかどうかっていうのは、要は、ここのラインと、ここのラインの水平が出てるかどうかっていうね、確認が必要です。はい。まあ、だいたいこいつを寝かせた状態で、これは垂直でしょ。だから、こことここの距離を測ればいいんだよね。うん。36、7、ちょうど37だね。で、今度はこっちね、ちょっと離れた場所でもう一回。で、今測って、お、素晴らしい、37ジャストだ。OK。ということは、これはもう水平、要は、平行が出てるってことですね。そう、これをね、まず、測っておく必要があります。はい。まあ、ゼロから作る電動ガンシリーズというより、このメカボをね、交換した時に、必ず必要なチェックポイントになるのでね、ぜひ、覚えておくと良いでしょう。はい。で、もう一つあって、今度はね、グリップ。そう、要はね、グリップの角度が合うかどうかっていうね、視点でもちょっと確認しなきゃいけなくて、今回使うグリップがね、これです。はい。まあ、これもね、やっぱり、ゼロから作る電動ガンうんぬんというより、グリップを変えたりね、まあ、することってあると思うんですよ。そう。で、その時にね、ちゃんと、グリップとメカボの間の、垂直というか、このね、ちゃんとまっすぐ入ってるかどうかっていうね、確認が、必ず必要です。はい。で、まあ、やり方としてもいっぱいあるっちゃあるんだけど、まあ、今ね、ちょっとはめてみて思ったんだけど、やっぱ浮いてんな。わかる？こう、向こう側が見えちゃってるでしょ。ほら、
ほら、向こうが見えてるでしょ。そう、ということは、ここがね、浮いてんだよね。うん。だから多分これは、こっち側を削って、もっと、グリップを奥に入れてやる作業がね、多分必要になるんじゃないかな。うん。まあこう、チェックの仕方は、まあまあ、簡単っちゃ簡単なんだけど、まあ僕はこういうの使います。はい。まあまあまあ、簡単っちゃ簡単で、なんかこういうね、当たると色がつくものを、まあ、ここに塗っとくわけですよ。ちょ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 ってね。本当は水で溶かして、つけるのが正しいんだけど、ちょっとめんどくさいんでね。よし。こんなんでいいかな。で、このね、グリップをギュッて入れて、このグリップの反対側にこの色がつけば、まあ、OK なんだけど、まあ、多分つかないと思うよ。ギュッとギュッと押すんだけど、あ、おー、おー、面白いよ、ほら。手前はついた。けど、こっち側がね、ほら、つかなかった。ね。あー、面白いね。うん、ここはね、なんかちゃんと潰れた跡があるね、粉がね。で、潰れた時に反対側についた粉がこの2つの点ね。けどこっち側は、ついてないから、やっぱりこれね、グリップの角度調整ってやつがね、必要だね。だからこれが、ちゃんと調整しないまま、このネジをね、ギュッて止めると、この、まあ、グリップが、まあ、こうやってなるわけよ。大げさな話を言うとね。そう。だから、ちゃんとこのグリップは、このメカボンに対してちゃんとした正しい角度でね、入れる、努力をする必要がありますと。はい。まあ、ゼロから作る電動ガンの、まあ、基礎っちゃ基礎かなっていう感じですね。はい。まあ、僕もね、まあ、この手の、なんだろう、知識ってのはなんだけど、そう、僕もね、やっぱゼロから作る電動ガンシリーズをね、まあ、かれこれやり始めて3年ぐらい、ですけど、まあ、この間になんかね、いろいろ吸ったもんだして、ちょっと自分の中でね、編み出した技ですので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。はい。よし、というわけで、一旦メカボが、レシーバーに入る三段はついたので、メカボの方のね、処理というか、まあ、制作の方をね、やっていこうかな。よし、じゃあ、やっていきましょう。よーし、じゃあ、それではね、メカボの組み立て、制作の方をやっていきましょう、と言いながら、ちょっと今、いきなり一個思い出したな。決まったぞ。OK。今回は、とりあえず、これ SR25 のスペアパーツに入ってた、セレクタープレートがね、なかったね。よし、ちょっとこれ配色しとこっか。確かに SR25 と、互換、ここの、セレクタープレートはね、互換があったはずなので、よし、ちょっとはめて試してみようか。よし、大丈夫そうだね。SR25 のが使えたんで、とりあえずこれでいきます。でね、この G&G のメカボね、かなり初期のやつで、反対なんだよね、ネジのついてる方向が。皆さんなんか変だと思いませんでしたか？そう、逆なんだよね。ちょっとめんどくせえんだけど、まあ、しょうがないね。ね、間違っていっぱい買っちゃったので、頑張って処理していきます。というわけで、こうですね、正しくは。はい。よし、じゃあね、このメカボに、いろんなものをね、これから組み込んでいこうと思うんだけど、このメカボ若干特殊ですと、そう、だから、その特殊なメカボに、いろんなものをね、合わせていかなきゃいけないな、っていうのが1点。あと、今回ね、ちょっとね、頑張ってメカボの軽量化ってやつをね、ちょっとチャレンジしてみようかなと思ってます。はい。なので、このメカボをね、割と結構ガシガシ削りまくって、まあ、どこまでね、軽くなるかっていうのをね、ちょっと今回トライしてみようかなと思います。よし。じゃあ、まずメカボの軽量化っていうところをね、まず、やっていこうかなと思います。どこを削っていけばいいのかな？まずね、じゃあ、OK。削る、前に、元々の重さを測っておきましょう。293あるね。OK。ほら、293g。OK。じゃあ、この293からどこまで軽くできるかだね。うん。削るポイントってさ、言うけど、あんま削りすぎるとね、外の光とか入ってきて誤動作っていうね、ことにもなりかねないので、まあ、節度を思ったね。
メカボ切削がね、多分必要だと思ってます。で、今回ね、どの電子トリガーを乗せるかまだ迷ってんすよ。どれにしようかな。まあ、今ね、この動画が公開されてる時に公開されてるかどうかわかんないけど、タイタンとアスターはね、大量に仕入れたので、まあ、タイタンかアスターかな。まあ、その辺になるかなって、今のところ気はしてます。はい。で、使う電子トリガーによっては、外から入ってくる光を気にしなければならないっていうね、まあ、ケースもあったりするんだけど、今回ね、多分ね、外から光ってそうそう入ってこない気がすんだよな。よし、じゃあ、行けそうなところをまず選定しましょう。まずこの辺ダメじゃん？まあ、ここ削っていいよな。ここをね、割りかし行っていいと思う。ここね、1、2、3、1、2、3。これぐらいの感じかな。だったら多分向こう、こっちともに削っても穴開けても問題ないかな。よし、フロントはこんな感じにしようか。じゃあ、こっちの面だけど、ここね、光が入るし、シールを貼らなきゃいけない場所でもあるから、まあ、ちょっと一旦諦めて、ここを使わないよね。一発、この辺に穴開けていいかも。この範囲。OK？ ここも強度が必要ないし、あと、プリコック具合とかピストンのあれを見たいので、これ、結構大胆に、こんな感じでいくか。かなり大胆だよね。ここに、でかい穴開けていいね。だいぶ行こうとしてるでしょ。よし、こっち上は多分穴開けない、開けてもいいか。いいね。ここに、これぐらいの穴を3つぐらい開けようかな。OK？ 結構適当に進めてんな。大丈夫か？ここ、大胆に行こっか。削った上に、なんかシールかなんか貼ればいいやって思うので、まあ、とはいえ、なんかあれだから、まあ、穴3つとか。だから、1、2、3、なんかこんな感じ？よし、という感じでね、まあ今、うにょうにょ言いながら考えたので、まあこんな感じでちょっとね、まず穴開けてこようと思います。よーし、でもね、穴開けてきました。はい、ここにね、ポコポコ開けたり、こっち側にもね、ポコポコ開けたりしました。はい、結果ね、5g しか借りませんでした。もっとね、穴開けたかったんだけど、エンドミルの刃がね、どうもダメになっちゃったみたいで、なんかね、切削しててね、ものすごい暴れたんですよ、刃が。もうこれダメだなと思って、まあ、途中でやめました。はい。残念です。まあ、とりあえずピストンの停止位置ぐらいはね、まあ、確認できるようになったから、まあ、いいかなって感じです。はい。で、あと今回ね、使っていくベアリングは、もう最近僕がね、推してる、このね、アリ金製のね、シールタイプのね、ボールベアリングです。はい。ものすごくね、これ DSG のね、プリコックにも耐えられるぐらいね、かなり頑丈なベアリングなんでね、はい、最近押しております。はい。よし、というわけで、やっていこうかなと思います。じゃあ次の、やるのは、そうだね、ちょっと電子トリガーの方ね、どれにするか、いろいろ悩んだんだけど、せっかくね、うちにこれ在庫いっぱいあるからさ、これ使っていこうかなと思います。はい。なんだっけ、ちょっと怪しいやつと、一応僕がチェックして動いたやつと、要修理ってあるんだけど、まあ一旦は動作 OK なやつからね、ちょっと からね、選んで使おうかなと思います。はい。いっぱいあるねー。めっちゃいっぱいあるよ。10個あんのかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9つある。いいね。ほぼただ同然で手に入れたからね、これ。できればね、修理品も含めてね、ブースの方にお出しできればなと思ってるんですが、なかなかちょっとね、最近仕事も忙しくて時間がなくてね、その準備がね、追いついてないんですけども。
そう。ここにヒントがいろいろ書いてあって、これでいいか、なんかね、星マークが入ってるやつがね、一番なんか、おすすめだったっぽいので、セクターグレード A って書いてあるな。そう、なんかね、セクター検知がなんかね、弱かったり、正常、一応みんなセクター検知はするんだけど、なんか若干鈍いみたいな。そう、なんかそういう、なんかね、ちょっとした不具合みたいなことがね、どうも起きた、電子トリガーたち、タイタンたちらしい、そう、電子トリガーたちらしいので、うん、まあ、DSG に使わなければね、大丈夫ってお話らしいので、まあ、今回はね、DSG じゃないので、使えるんじゃないかなと、はい、思っております。はい。よっしゃね、これね、ちょっと入れていきましょう。よし。まあ、もうね、最新バージョンではなくなったからね。そう、今はもうタイタン2がね、主流となりつつあるので、うん。消えゆく運命なのかな？どうなんだろう。まあ一応ほら、なんだっけ、値段はね、値段設定、価格設定はね、なんだっけ、タイタン2よりか安くはなってるので、うん、まだね、なんだっけ、全くもうこれが流通しないなんてことはね、ないとは思うんだけど。よし、じゃあ、ネジをね、ちょっとね、ネジの箱からね、取ってまいりました。これでいけるかな？ミリネジかな？インチネジかな？どっちだろう？あー、なんか入らないな。ちょっと待って、これネジ切られてるぞ。あ、切られてる？あ、ネジ切られてないんだ、ここ。OKOK ってやれば、今、突っ込もうとしたインチネジを無理やり入れて、ネジ切っちゃえばいいだけなんで。うん。ここってネジ切られてないんだね、ジュアネジって。よし！これをぐりぐり回して、ネジ切っちゃえばいいだけなんで。よし！ OK！よいしょ、一旦固定は完了ですね。なんかザガンチックなやつ置いた方がいいかな。もう置かなくてもいっちゃいいんだけど、ちょっとね、パターンと重なってるんだよね、ここ。あんま良くないよな、これ。一応ギアの外でもあるから、一応ザガネ入れとくか。よーし、持ってきました。はい。こう間にね、入れるスペーサーですと。なんか、前はね、T238 をね、やってた頃はね、これがものすごく有用だったんだけども、最近使わなくなっちゃったからさ、なんかいつかどうかの機会でね、興味ある方にお譲りできればなと思ってるんで、これはもうぴったりなんだよね、これね。もうすごい、もう一生かかっても使い切れんぐらいあるからさ。ただ、これだけ売るって難しいじゃん。そう。だからね、なんかね、方法ないかなーってね、なんか思うんだけどね。そう。これがあるとね、もう絶対安全にね、止められるんで、ここはね。はい。よっしゃ、今ね、ザガネっていうか、はい、スペーサー入れて、取り付けてみました。ちょっと基板が曲がってんだよなこれ。浮いてるんだよね。これもあんまりよろしくないんだよなセクターギアに当たるほどではないから、大丈夫だとは思うんだけど、一旦様子を見ますか。はい。線をね、取り回していきましょうか。バッテリー行きのマイナス線と、プラスの、電源線を、先にね、ちょっと取り回してあげましょう。細い線を下にして、で、太い線を上にして、で、こう持ってきて、あうち！買った、この線。あー、タイタンってここで交差するんだ。なるほど。じゃあ順番入れ替えなきゃダメだね。じゃあ、細い線を手前に持ってくるか。よし、これなら、いけそうだね。で、マイナスでしょ？バッテリーのマイナス。で、プラスが来て、で、ここで押し込むと。よし。あー、いいんじゃない？ほら、綺麗にいったね。で最後にモーター行きのマイナスを通してあげて、ここ押し込みがきついね、やっぱね。
多分ね、下処理、丸いとかとのメーカーボット一緒で、多分下処理が必要だな。下処理と言ってるのは、ここね、これ、このポッチ、線をね、押し込んでおくためのね、ポッチがあるんだけど、これね、電子トリガーの場合は、線がいっぱい通るんでね、こいつが線を突き破っちゃうね、ことがあるので、ここをね、削って処理しておいた方がいいでしょう。で、僕の場合は、めんどくせーので、ニッパーできます。よし。せーの。えい。よし、ほら、簡単でしょ？よっしゃ。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 オッケー。オッケー。じゃあ、ここをね、ちょっと、表面をね、処理しておきましょう。よっしゃー、ベルトサンダーがあると楽だね。よし、OK です。これで線をね、断線のね、リスクはなくなったかなと思います。よっしゃね、電子トリガーの配置は済んだので、SIM 調整からやっていきますか。よし。では、登場でございます。じゃじゃーん。これいくらしたんだっけな？なんか結構いい値段した気がするんだよね。だいたいさ、ここにチタンである必要ないよね。なんかね、ツイッターで誰かがね、そういうことをつぶやいてたような気がしていて、激しく私もそう思いますって思いました。まあ、とはいえね、全部がね、オールヘリカルってね、初めての、製品かなと思うんで、はい、これはね、ものすごく期待大ですね。OK。じゃあ、軽く乗せてみて、おー、やっぱベアリングってすごいね。めっちゃ回る。なんか、あれだね。ウェイトの感じもいいね。これね。あんまり、こう、触れない。これがね。ほら。スムーズに回ってる感じがする。あ、いいね。すごいな、これ。しかもね、ノイズを抑制するための、ここのね、エッジがね、こう、ちゃんと、こう、斜めになってるっていうね。そう、これ結構ノイズ対策にね、有効らしいので、うん、まあまあ、ギアの世界ではあるある話ですね。よし、じゃあ、これを乗せていきます。すごいね、これ、ほら。2枚を1枚、もともと2枚板ですと。で、それを、こう、ネジで固定してんだ。面白いね。これじゃバランス狂うっしょ。一応回りはするけど、すごいスムーズだね、これ。すごいつ止まんだ、これ。まあ、浮いてはいる。浮いてはいるし、いいんだけど、すごいな、これ。なんか当たってる感じもしないしね、このままでいっか。ここね、僕は基本的に、スパーからね、始めちゃう人なんですけど、そう、スパーがね、余裕があるし、これだけのね、なんだっけ、精度維持しているんであれば、別に、この状態でね、要は、SIM をね、無理やり入れる必要はないのかなって、まあ、気はします。気がするだけね。うん。ただ、ちょっとだけ余裕持たせたいな。念のためね、いらんと思うけど。うん。いや、0.1 だけ入れます。いらんと思うけどね。よし。そう、SIM 調整って、ちょっとね、使う、要は、ザガネじゃない、使う、ベアリングとか、あと、なんだっけ、軸受けによってね、ちょっと事情が変わってきたりするんでね、ちゃんとその使う軸受けの状態に合わせてね、SIM 入れる入れないとか、SIM の大きさを調整するとかね、そういうことを考えてあげればいいかなと思います。はい。で、0.8 用っていうのはあるんだけども、これほら、ここが狭いじゃん。いやー、ごめんね。そう、0.8 用のね、最近 SIM をね、僕使ってるんだけど、さすがにさ、ここ擦るから、だってほら、結局さ、こことここの間しか回転しないから、これの場合だとね、オープンタイプの、要は、なんだっけ、これ。このタイプの、軸受け、要は、ボールベアリングだったらね、8ミリのやつをね、入れて有効だと思うんだけど、そう、ここの、
こっからここの範囲の中でね、くるくる回るんでね。そう、けどこれはシールタイプで、要は駆動する部分がここしかないから、うん、ここはね、もう、清くね、従来通り、この狭いシムでね、いいかなと思います。で、シムを入れることによって、摩擦が逆に生まれる可能性が高いので、ここはちょっと注意深くね、見てみようかなと思います。よし、ちょっと回してみてみようか。あ、ほら、当たってるね。カチャ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 音がする。しかも、ほら、なんか歪んでるよね。OK。じゃあ、ここにシムは多分必要ないっていうのが元々の設計思想のようです。なので、なるべくね、寄ってる部分は、シムは入れないようにしましょう。あ、ほら、こっちの方がね、綺麗に回るでしょ、ほら。うん。OK。じゃあ、ここにシムは入れないこととします。じゃあ、次行きましょう。よし、じゃあ次はね、セクター乗せました。セクターと、スパートの間の距離を見てます、今。まあ、だいぶ距離がないね。ほら、もう、普通が当たっちゃう。オッケー。じゃあ、ここには 0.1 か 0.2。うん、感覚的には今 0.2 かな。オッケー。じゃあちょっとね、0.2 を入れて、スパートをセクターの間に隙間を作ってあげましょう。よっ。よし。これでどうかな？あ、いいね。ちょうどいい、隙間がね、できました。ほら、向こうが見えるでしょ？うん。で、こうやってほら、寄せてあげても、ほら、まだ向こうが見えてるじゃん。うん。これぐらいのね、隙間作ってあげると、ものすごく良いと思います。はい。ほら、こんな感じ。いいね。OK。よっしゃー。ここまでできました。じゃあ次は、ベベル行きましょう。ベベルはどうかな？あ、結構隙間あるね。ほら。うん、寄せていってもね、当たる感じはしないな。おー、なるほどね。うん、こんだけ隙間になったら別にいらないね。OK です。じゃあ、次はね、なんだっけ、上からね、メカボを押し付けてみて、メカボを締めてみて、どれぐらいね、隙間がある。まあ、下にほとんどシム乗せなかったから相当余裕があると思うよ。そう。まあ僕はね、基本的に下を節約して上からドーンっていっぱい乗せるね、タイプの、シムの調整をしていく、人なんでね。はい。じゃあ、スパーを押し出してみましょう。まあ動くよね。スパーをして、セクターが一緒に動く状態ってのはもう、全くよろしくない状態なので、うん。だから、セクターを押してみて、まずセクターがどれぐらい、まあ、とはいっても、これは 0.3 か4ぐらいしか余裕はないね。OK？ じゃあ、これだけ動くんだったら 0.4 でいいかな。じゃあ、こっちも多分 0.4 は最低でも必要ですと。どうしようかな。ワンチャン 0.5 でもいい気がするな。試しに 0.5 やってみようか。うん。まあ、できるだけね、スパー動かさないっていうね、方針なんで僕は。うん。スパーだけはがっちり、止まってていいと思ってます。よし。じゃあね、動かしてみようか。はい、やりすぎましたね。はい。0.5 じゃダメだそうです。じゃあ、0.4 だね。0.4、0.4 で、ぶっこんでみて、どうなるかだね。ちょっと待ってね。よし、これでどうかな？よし、じゃあ下から押してみよう。お！なんかぴったりだね。ほんのちょびっとだけ動く。ほら。おー、いい感じじゃね？ってことは、スパーを押しても、セクター動かないってことだね。ああ、動いてないね。こう手前の方ね。こっちの間の方ね。ほら。けど、こっちの間の方のスパーは動くじゃん。少しだけ。そう、これが結構理想な状態ですと。で、セクターを押してみます。お、セクターもなんかいい感じだね。ぴったりだね。オッケー。じゃあ、この状態で、快適にくるくる回るか、見てみましょう。よっこいしょっと。ああ、いいね、いいね。めっちゃ快適だよ。ほら。おー。おほほほ、めっちゃスムーズや、これ。すごいね。いいね、いいね。OK。じゃあ次は、ここが完了したので、ベベルの方見てみましょう。ベベルはね、今回、
ヘリカルギアなんで、あまり上にガタガタ動かない方がいいんですよ、ヘリカルって。だから、調整幅をね、少なくわざとします。なので、これぐらいだったら、僕はいつも 0.1 か 0.2 ぐらいしか入れないんだけど、これだけ動くんだら 0.3 を入れておきます。はい。0.3 を入れて、ほぼほぼ、まあ、ちょびっと動くかなぐらいにね、ちょっとしておこうかなと思います。よし。じゃあね、0.3 も入れて、よっしゃ、ここいらで、念のために、ネジをね、一本だけ止めてチェックしましょう。こことここで止めようかな。オッケー。NG のメカボだから大丈夫だと思うんだけど。オッケー。よっしゃ、これで、ベベルの浮き具合を見てみましょう。あー、想定通り、想定通り。そうそうそう。これぐらい、これぐらいでいいかな。ちょっと待ってね。あら。ね、ちょびっと出てるし、だから多分 0.1 入れたらもうぴったりなんだけど、うん、まあ、今回は、ヘリカルなんで、結構ギリギリなとこまで攻めてみました。はい、こんな感じね。で、今ネジ締めたんで、最終的に、これがまたさっきと同じようにね、快適に回るかはチェックしましょう。なんかちょっと擦ってる音がするね。ほら。どこが擦ってる？じゃあ反対にしてみよっか。あ、音しなくなった。ほら、こっちにするとシャーって音がしたっしょ今。ほら、わかりやすいね。ほう、この音の仕方からすると多分ベベルが当たってんな。ちょっとベベルを下からほら、こっちね、赤丸つけるけど、そう、これちょっと指で、爪で押し上げた状態で動かしてみようか。あ、ほら、ほら、音しなくなったでしょ。ね、ちょ、離すよ。ほら、ほら、今、ほら、持ち上げた、ほらね。オッケーオッケー。まあ、やっぱり、若干だけ歪んでんだね、やっぱね。ネジを締めたら、スパーとベベルの間の隙間が埋まって、擦ってるっていうことがね、今分かったんで、ベベルもね、ちゃんと距離空けてあげましょう。だから、今上に 0.3 を、乗せました。ただ、下にシムを今1枚も乗せてません。なので、引き算して、考えていきましょう。なので、この 0.3 を 0.2 に変えて、下を 0.1 入れましょうかね。それで多分ちょうどいいバランスになるんじゃないかな。だから今上を 0.3 だったのをまず 0.2 に変えます。はい。で、下に 0.1 を1枚乗せてあげれば、多分ちょうどいい具合の、開きがね、出るんじゃねえかなと思いますと。よし、こんな感じね。うん。今下に 0.1。上は 0.3 だったのを 0.2 にしました。OK。で、これでもう一回ネジを、止めてみて、最終的に、チェックという感じで、いいかなと思います。よし、じゃあこれにしてみて。よいしょ、OK。じゃあこれでチェックしてみよう。じゃあ回すよ。せーの。おいいね。うん。シャーシャー言わなくなった。うん。で、こっち向けても。あ、いいね。ほら、シャーシャー言わなくなった。オッケー。じゃあこれでちょうどいい感じの、シム調整の具合になったかなと思います。よし、OK です。じゃあ次行きましょう。